きましょう。30いきますよ。 3x 以上マイナス x プラス1か。あー、いきましょうかね。じゃあこうしましょう。 3x 以上マイナス x プラス1だったっけ。こうですね。これ二次方程式です。いいですか。でこれを、解きなさいっていう時に因数分解したいんだけど、因数分解ちょっとできそうにないよね。ないよね。そしたらこれ解の公式になるよ。解の公式だよね。そしたらこれ 2a 分のマイナス b プラスマイナス b 次乗マイナス 4ac だね。困ったね。困った。なんで困った。ルートのがマイナスになったね。虚数だねこれ。そうなんです、虚数なんです。そしたらね、これは解はなしになっちゃうんですね。わかります。ということは困る困らないっていうのはこの中の式決まっちゃいますよね。だから解の公式で 2a 分のマイナス b プラスマイナス b 次乗マイナス 4ac で、この b 次乗マイナス 4ac が正になるとき、ゼロになるとき、負になるときで運命が分かれます。いいですか。でこの b 次乗マイナス 4ac のことを判別式と言います。これ判別式と言いますね。今日はだからこういう風になってきます。そしてこれが正のときは答えは2個になりますね。でまあまあそうですね。これがゼロのときは答えは1個になりますね。まあだからこれのときは答えは多分なんとかプラスマイナスルートで答えが2個になるんです。でこのときは 2a 分のマイナス b といって1個の答えなんですね。まあ実はこれは、重解というんですけど、まあまあとりあえずとして、でこれはなしというふうになります。よろしいですね。あ、これ正ですね。これが正のときはね。で要するにこの解の公式のこのルートの中で解の個数が決まってしまうということが判別式のことなんですね。これはよろしいですか。ついていきますか。ついていきます。で、その次にね、じゃあグラフとの関係でいきますけど、例えば x 次乗マイナス x マイナス6イコール0、っていうのがあったときに、ああじゃあこれはじゃあ y イコールしましょう。そしたらこれは y イコール x、 y を0と置いたらこれのことですかね。 y を0と置いたらねマイナス3と x プラス2となります。そしてこのグラフはどうなるかというと、解はまあマイナス2と3でございますね。これは分かりますよね。でグラフはこうなるのは分かりますか。これ二次関数のグラフだから、これ11だからグラフはこうですかこうですかって言ったら、こっちはバツでこれですね。で答えは3とマイナス2を入れたら0だから、これあえて書けば、あえて書けば y 軸だから、 y が0の時はここですから、 y が0の時にマイナス2と3だから、こういうグラフになります。よろしいですね。で y 切片はもうあんまりいじめたくないけどマイナス6ですけど、まあまあそのぐらいどうでもいいでしょう。で聞きたいこととして、そうですね、これはとりあえずこの二次関数を書いたときにここが解になることは分かりますね。ちょうどほら y に0を代入したらこれですから、ちょうどここが解、このマイナス2と3が解になってるでしょ。実際解でしょ、解でしょ。だからこれ解が2個なんです。で実際これ解の公式やっても、2分の1プラスマイナス b 次乗マイナス 4ac だからプラス24ですから、まあこうなるんですけどね。したらここが正の時はこうやって解が2個出るんですね。よろしいですか。ちょっと回りくどくやって申し訳ないですけど、じゃあもしこうなったら、そしたらじゃあ分からない解の公式してみましょう。2分のマイナス1プラスマイナス b 次乗マイナス8と、あしたこれが困った虚数ってやつですね。
で、この時はどうなるか、グラフはどうなるかというと、じゃあ Y イコールしましょう。まあ、そうすると、ああ、嫌だったな。うわ、これ嫌だ。2分の1、4分の1、4分の1だから、4分の1だから、プラス、4分の7かな。そうなるのかな。そうですね、2分の1で4分の1、4分の1で4分の7で2だから、これでいいですね。そしたら、このグラフはどうなるかというと、2分の1の4分の7だから、こういうグラフになります。これいいですか？問題ありますか？疑問点あります？大丈夫ですね。ついていきますね。そしたら、これ解がないでしょ。さっき解がないって言いましたね。解の公式で。解がないってこういう状況なんですね。そしたら、あ、やっぱ解がないですね。ないですよね。ってことは、どうも、分かってきたのはね、こうです。ちょっとオレンジで書きましょうか。こうなったときは、こうなって、なんとかプラスルートと、なんとかマイナスルート。まあ、分数になることもあります。こうなりますよ。で、こうなるときは、どうもこうなりそうだと。こうなるんですね。わかります？ついてきます？で、まあ、あとこのスペースをちょっと利用しましょう。まあ、見えてきてると思いますけど、じゃあこういうとき。まあ、これは、こうなります。で、これ、Y イコールで直しても一緒ですけどね。したらこれはどうなるかというと、こうなりますよ。こうわかりますよね。2、要するに、これって正確には、X-2 という解が重なってます。だから重解と言います。重解と言います。X-2 が2個あります。だからこれは解は1個と言わず、解は2個になります。解の数2個です。重解だから重なった解2が2個あるところになります。で、こういうふうになりますね。で、これを、X 軸に接すると言います。よろしいですか？そしたら、これでなんとなく分かってきたと思うけど、まあ、オレンジで書くと、この時は、こうなって、2a 分のマイナス b という答えになると。こういうふうになります。よろしいですか？だから、これは解は、なしで、解はなしっていうかね、なしって書いてればいいですね。で、これは、これはだから、個数で言えば解は2個。これも2個になります。2個で扱いします。そしてこれはなしです。よろしいですか？そしてグラフの形としては、なしの時はこうなります。判別式が負の時はこうなります。そして、いわゆるここのところが0の時、判別式が0の時、ここのところのルートなんか0の時はこうなります。接します。そして、ここが正の時はこうやって2個答えが出ます。こういうふうになるんだということです。疑問点ありますか？わかります？言っての。わかる？あ、わかんない？そっちの後ろわかる？正南さん。わかります？早稲田さんもわかる？うん、そしたら、これちょっと今、あちこちに動きましたんで、うまくきれいに整理してまとめてください。バラバラ僕書いてるけど、別にバラバラこのまま写す必要はありません。自分なりに整理整頓して、ここを頭整理すること大切ですからね。いいですか？じゃあちょっと書いてください。そして書いて早速解いてみてください。二次方程式。はい。x 二乗引く2、括弧 k 引く1、括弧閉じ x プラス k 引く1は0が実数解を持つ。これが実数解を持つ。ああ、実数解を持つ条件ですね。持つための K の範囲でみたいにしましょうか。まあ K の条件というか K の範囲はにしましょう。よろしいですか？さあ、いよいよ数学的になりましたね。皆さん、ここまでやってきましたよ。はい。そしたら、まあ大体 X に K とか A とか文字が入ってきます。で、この K の値が変わることで二次関数の形が変わります。で、どうすればいいかだけど、まあ、ともかくこれは、まあ、グラフをもし y イコールにすればこういうふうになれば解を持ちますし、こういうふうになっても解を持ちますね。ほら、解がありますね。一番いけないのはこれですね。こうなったら解はないですね。これはダメですね。確かこれは解がなかったんです。
で、まあ、例えばこの値はどうなるかというと、解の公式で x イコール、まあ、なんとかなんとかプラスマイナスルートというやり方をしたらいいですね。で、ここの場合は x イコール多分なんとかなんとかプラスマイナスで、ここは0になるんですね。ここは正になるんです。だから多分こっち側は、まあ、ちょっと分数は省略されてこうなるし、多分この値はなんとか、プラス正とかなるわけでしょ、解の公式しちゃったらね。で、まあ、ここはもう、まあ、はっきり言えばこれ前、2a 分のマイナス b ですね。ここの部分だけですね。この部分だけです。そしたらどうすればいいかというと、あ、ともかく判別式ですね。判別式というか、このルートの中の、要するにこの b 次乗マイナス 4ac というやつが正であるか、もしくは b 次乗マイナス 4ac が0であればいいということですね。こっち側が正の時で、これ0ですからね。ということは、これの b 次乗マイナス 4ac だから、d イコール、これはまあ別に余談としてだから別に書かなくていいんですけど、b 次乗だから、b というのはマイナス2の k-1、x の係数だからね、これの次乗で、マイナス 4ac、マイナス4、a は1、c は k-1 と。で、これが、良いと。もう一気にやっちゃえばいいと。これを解けばいいということですね。そうすると、まあ、これはマイナス次乗して、まあ、4で、嫌だな、計算一応やりますか。k 次乗マイナス 2k プラス1と。んで、これはマイナス 4k プラス4がこれ0以上と。で、この不等式を解けばいいので、まあ、別にこれ、これでいいですね。はい。ここでつながってますからね。そうすると 4K 次乗マイナス 8K プラス4マイナス 4K プラス4、まあ暗算やってもいいんですけど真面目にしますね。で、マイナス 12K、プラス8が0と。で、これまあこういう状態で両辺4で割って、あと、これマイナスだったらこれ不等号の向き変わりますからね、気をつけてくださいね。これは4だからそのままいいんですが、四三十二、四二が八。で、これはいけるか。これはいけそうですね。間違ったら言ってくださいね。こうなります。ということは、今度これ書いてください。これ書くのね、K で書いてくださいね。これをね、K で書くと頭の中整理できて、あ、この人頭ちゃんと。これは X なんですよ。これは X なんです。あ、これ K で書いてる。あ、この人分かってるねってなっちゃうんですね。そして、この、ちなみに横軸を K って書いて、いくらでも図は書いていいですからね。1と2で、こうなります。すいません。そして0以上だからここですね。だから答えは1以下2以上だから、答えは、K がこの値を取れば、K がそのこの1以下と2以上の数字を取るうちは、こうやって解が2個や解が10解とかになりますよという答えになります。わかりましたか？あ、瀬野さんわかりました？どっからわかんない？うん。いや、今わかんなかったらダメですよ。大丈夫？はい。わかります？はい。ということで、メモってください。